ソープレイジャーソーガッテです。お、どうもアルカイデです。まあ、かれこれ2019年に入ってくらいからビジュアル系をこう特にね、行くようになり始めて、まあ、10ヶ月くらいと、知識量もだん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 増えてきてるっていう風に、あの話をこうしてくれる時があるじゃないですか。はいはいはい。本当なのかなっていうところがこうなかなかその分かりづらいじゃないですか。意識量的に何か測りやすいものっていうのはビジュアル系しりとりなんじゃないかなと思いまして、はいはいはい、ビジュアル系しりとりの番人としてね僕がねどれくらい挑戦できるのかというか立ち向かえるのかっていうのを、今回は僕の挑戦でございます。なるほどね、はい、いっぱいねラリーができた方がそれはこう頭にねビジュアル系のそのバンド名だったりとか曲名だったりとかが入ってますよっていうところなんで、制限時間30分間くらいで、まあ、どんぐらいできるのかと、2ラリー目でもう完全につまずいちゃったらもうそこはそこでみたいな感じなんですけ ど、ねうん、ということでビジュアル系シルトルやっていきましょう。わしょい充電で俺も詰まりますからね、正直な話。いや、そうっすよね。初手は僕からでいいですか。いいっすよ、シルトリーのリーから始まるって感じで、うん、俺がそのもっちゃんとかゆうやんかってやつって、はい、ルールがあって、はいはいはい、あのもう分かんなかったらポイモンポって言って調べても OK って、それがあったら OK って。あ、 OKOKOK。 それ以外は特にルールはなしということで。そうだね、ツーマンツアーとかスラップとかめっちゃ怪しいなって感じで、そっかそっか、超絶技巧とか正直あれダメだよね、正直じゃあそれ今回なしでいく。あ、そう、なんかそうしますか。これビジュアル系ですって。じゃあそれ胸張って言えるやつ。オッケー。じゃあ30分はい測っていきますね。スタート。ドカン。リーですよね。はい。リンチ。あー、リンチ。ユタリスじゃねえんだよやばい、全然頭回ってないぞ。落書きの曲のチューチューチェリーヴァンパイア。おー、ヴァンパイア。アです。アです。アンフィル。おー、まあ、ルナシー。あー、ルナシー。シだね。うん、シ。うん、新天地開略集団ジグザグ。おお。なんか俺めっちゃサバくなっちゃった。グレイ。グレイ。あ、やばいな。詰まり始めると怖いな、これ。そう、ちょっとね、こう沼にはまっちゃうんですよ。そうっすよね。イノセンスってあったっけ？ね、ロギズの曲にあったっけ？あるあるある。ありますよね。あるある。じゃあ、イノセンスで。そうね。イノセンス。はい、イノセンスで。ストロベリーバタフライ。おお。あ、またいいだわ。やばい、やばい。いい。あ、インサイドビースト。おお、完璧だ。まあでもまあトト言ったら僕はこれかなってのはこの人かなって感じ。トモさんだ。トモ。モ。モンスターズパーティー。ああ、めっちゃいいじゃん。リードシークモンスターズの曲。はい。濁点とかのやつはさ、その話とか半濁点でオッケー。どっちでもオッケー。じゃあイブ。イブ。リストリさんの曲。じゃあウカズ。ベルサイユ。おお、そっち来たか。許されない行動しか出ない歌詞だったらな、マジ 無適切あるじゃん。そう、それはちょっと最強すぎるからやめましょうかね。イロクイのボーカルのユーリさん。ユーリ。ユーリ。ビートスピークモンスターズ。わあ、すいませんね、なんか。いやいや、ズカス。ズカス。スーサイドサーカス。スーサイドサーカス。スーサイドメモリー。ズかな、メモリーズ。あ、また変えるね。あ、どっちもっすか。そうそう、いや、でもまあ行きましょうスーサイドサーカス、スーサイドメモリーズまたスー行っちゃった。俺ガチンコなんで。え、あ、ガチンコか。ガチンコなんで。いや、チンコなんで急に俺だけ頭なんで。いやいや、頭おかしいやつちゃった。ずっと友達、あるしやる曲。おお、シリゾレンズドープ。おお、いました、遠足ボーカルブーです。あ、ほんとだ、ブーさん。はい、アンフィルのショウゴさんの憧れ。ウね、じゃあ。そう、ウです。うもでつつけてもいいですかね。つじゃねえや。で、うは一番簡単だよ、でもマジで。マジ？で、うに点々が超大量にいるもん。そうか。俺欲しいもん、うに点々が。欲しいもん。あ、うみさん。あー、いいね。うみ、み、み。ジグザグのボーカル、みことさん。おー。都会純一。おー。よしよしよし。完璧じゃん。じ。ジオーラルシガレット。マジ？そう。まあ、なくなってしまいましたけども、ジールリンク。おーく、最近まであった CD ショップ。そうで、 CD ショップですね。黒と赤。おー、カルマ。アルルカンとかの曲であるんで。まあ、ま、ま、あ、マモさん。あー、いいね。あー、モじゃん。モはポエルザンポーじゃなくてモノグラム。おー、おームック。あークルト、アルルカンのギター。おー、あ、トーヤさん。あー、いいね。よしよしよし。闇の国のアリスっていう D っていうバンドの曲があります。おー、あ、スバルさん。おー、よし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 。ルイさん。
く意識ひよりさん。おお、いいね。リーが結構いるんだよ、リーから始まるバンドが。リーガルリリーとか。ああ、終わっちゃった。あいつ、じゃあ最後に。そうですね、リフリッチ。リフ、ああ30分やりましたけど、何回続いたかは編集してみないと分かる。あ、そうですね、分かんないですけど続いた。いやいや、全然全然もう失格になるレベルだ、うん、多分5分以上の硬直はなかったんじゃないか。あ、そうかもね。いやー、ちょっとよかった。おありがとうございます。なんとか動画になる形にはなれたんじゃないかなっていう感じで。そうですね、全然、うん、めっちゃ良かった。いや、良かったですわ。1年前のビジュアル系のクイズとか、あの、振り返って見てもらって、この動画見てもらえば僕のこの進歩というか、うん、分かるんじゃないかなと思います。だ、聞く上でね、こう自然と身についていってるもんもあると思いますし、ね、うん、まあ、次はね、ガチでやろうかなと思います。ああ、いいね。はい、まあ、でも機会があったらさ、その田川さんとか、うん、あ、そうね、もっちゃんとか、うんうんうん、まあ、ゆうなくんとか、そうね、なんかこう詳しい勢の人ともこう、うん、もう全員そこに混ざって、確かに、もっとこう、大人数で、大人数でやったら盛り上がります。そうだね、確かに。まあ、という感じで、こんな感じで終わります。ジャスコ、ジャスコ。